Hi there, Yuki. How are you doing? お久しぶりです。ゆきです。皆さんお元気でしたかね？お変わりなかったですか？私はね、結構久しぶりに弾きました。風邪。まだね、ちょっと声が枯れてるかもしれないんですけど、ちなみに声が枯れるっていうのはね、英語で、lose one's voice. I'm losing my voice. ね、これ現在進行形で、I'm losing my voice っていうと、声がね、枯れてますとか枯れてきてますっていう、私は声を失っている最中ですみたいなね風に英語だと表すんですね。喉風邪とか、まあ、鼻風邪とかお気をつけください。というところで今日はですね、お知らせ動画です。1年3ヶ月ぶりですねに、私ユッキーが主催している英語オンラインサロン英語化準備室パワードバイユッキーのですね、新メンバーさんを募集させていただきたいなと思います。年末で2022、さあどんな年になるんだろうっていうところで新たな企画をやってみようということでですね、ただいまサロンの方では年末の英活マラソンというものをやっています。どんなことやってるか、こんな感じです。いつか英語が今日も英語になりました。これ実際のね、メンバーさん同士のですね、やりとりコメントなんですが、でこれね、ユッキーのねコメントですね、なんですけども、今日も英語になりましたっていう人もいるし、今日は英語やんなかったっていうメンバーさんもいるんですね。皆さん本当にね、お忙しい中、なんか無理ない形で、いい具合のね、バランスで楽しまれてる、感じになっていて、なぜね、英語力が上がってるのかっていう、なんか、あ、じゃあだったら僕もやってみようかなとか、私もやってみたいなっていう方が、いらっしゃったらですね、ぜひぜひどうぞっていうので、ちょっとね、企画を作ってみました。はい。忙しさやモチベーションに左右されない英語学び方を言います。体験してくださいっていうね、感じで、参加費1100円です。で、一応定員設けてるんですけど、全然ね、なんかゆるりゆるりと今のところね、来られてるので、本当に一人一人丁寧にというか、英語化準備室ってこういうとこですよとかですね、ユッキーが、LINE とかでね、説明して、こういうとこ不安なんですけど、大丈夫ですか？私、本当に英語、もう本当に、これからなんですけど、本当に大丈夫ですか？ユッキーさんっていうね、最後一言、なんか背中を押してくださいっていうのでね、LINE されて、来られてる方もいらっしゃるしっていうので、結構お一人お一人とですね、時間をかけて、今ね、LINE とかね、させていただいてるので、なんか、なんか気になるんだけど、ちょっと、なんか、まだね、勇気出ないとかね、あったら、お気軽に LINE ください。で、ですね、英活マラソンっていうね、この今やってる、私たちのこの限定の企画、何やってるか、3つのチームに分かれてるんですね。チームに分かれて英語力を高めています。で、英活マラソンの期間は12月1日から31日の1ヶ月間。一旦受付期間を12月3日まで、今週の金曜日までにさせていただいてるんですけど、なのでね、3日とか多分ギリギリになって、で入られる方も出てくるとは思うんですけども、そういう方はですね、3日から、まあ、ちょっと自分の場合は1月、本当に三が日までの1ヶ月間っていうので目標設定していただいても OK ですし、もうここはね、お任せします。とりあえず、12月、もしくはもう1月、ちょっとね、出る方は1月も含めて、30日間、1ヶ月間。やってみようよっていうね、まあ、そんな企画です。で、毎日参加しなきゃいけないわけじゃなくて、お休みの日やっても OK で、赤チーム、緑チーム、黄色チームっていうね、これちょっと色分けして、このね、なぜこの色かっていうのは完全に私の勝手なイメージ、なんですけど、この中から一つ、ね、特に自分が伸ばしたい、頑張りたいスキルを選んで、で、同じチーム、をね、選んだメンバーさん同士で切磋琢磨して、励まして、なんか情報交換し合いながらゴールを目指すっていうね、まあ、そんな企画です。でですね、このチームっていうのも、いろんなね、段階、レベルの方が一緒に入ってるんですね。で、これはですね、一緒に入ってて怖いとかじゃなくって、一緒に入ってるから伸びることができる。全員伸びるんですね。で、どういうことがね、行われてるかっていうと、例えば、発音なんかはね、すごい、毎日、本当わかりやすいんですけど、これ初日のお題ですね。初日はね、そう、pronunciation っていう発音っていう単語を、ちょっと試しにね、私がお題で出したんです。そしたら、それ発音してみたっていう結果を、皆さん書かれていて、プロナン
situation と少し分ける感覚で話すと N の音が出しやすいですっていう。あとは I の音、この pronunciation の E っていう音。これね、ユッキーも苦手なんですけど、私も苦手で克服チャレンジ中ですとか、こういうやりとりをすごく皆さんがですね、いい雰囲気でやってるんですね。今のはね、はい、1個目が発音チームで、あと2つあって、音読チームっていうのと、英語日記チームっていうのあるんですけど、それぞれですね、こういう人におすすめというか、まあ、こんなメンバーさんが実際参加されてるよっていうことを、ちょっとここに書いていますので、よかったら見てみてください。はい。で、この英活マラソン参加された方はですね、そう、私もね、参加してて、私はね、ちなみに、こういうね、もう、風邪の状態、まさかの風邪になっちゃったんで、英語日記はね、でも英語日記もね、一日サボりました。うん。ちょっとね、熱が出始めてた日があって、ちょっともう今日は、ごめんなさい、もういいかなと思って、一日、スキップしたんですけど、そう、音読はね、今のところ、昨日も休んだ、一昨日も休んだ。で、今日はやろうと思ってたけど、今日もちょっと、この動画撮って喋りすぎちゃって、なんか怪しいから、今日もお休みするか、それか今日、whispering、ね、囁き音読を1分ぐらいやるかどうか、ちょっと迷い中です。発音はね、自分がお題を出してるっていうのもあるので、毎日、朝一でね、一番喉を元気な時に、まあ朝の超朝一は、起きたては出ないですけど、起きて1時間ぐらい、したらね、喉温まってくるんで、その時に発音はやってます。っていうような感じ。ユッキーもですね、なんとか、メンバーさんと一緒に走っているので、なんか私が、ユッキーが英語学習してるとこっていうのも一緒に走る感じで見てみたいっていう方はですね、ぜひ、一緒にね、ちょっと一緒走りましょう。やりましょう。はい。っていうとこです。ちょっと他にもいろいろ喋ろうと思ってたけど、ちょっともう、アップアップしてきたんで、この辺にしておこうかなと思います。いろいろとね、書いてあるので、見てみてください。で、参加方法すごいシンプルです。参加費は1000円。税込み1100円なんですけど、1ヶ月、このね、今回のとりあえずまあマラソンだけ、ちょっとまあ毎日なのか、飛び飛びなのかわかんないけど、とか、まあちょっとまだ実際よくわかんないんだけど、とりあえずなんか覗いてみたいとかでも OK です。1ヶ月のみね、参加したいっていう方、マラソン企画のみで参加されたいっていう方は、これで入って、で、ちょっとね、お手数なんですけど、この1ヶ月以内にサロンの大会手続きっていうのをお願いします。したらもう1ヶ月だけしかかからないんで。で、1ヶ月後もね、なんか、ユッキーサロン前から気になってたから入ろうかなっていう、ちょっと続けてみようかなっていう、まあ、いつまでいるかはわかんないけど、見ようかなっていう方は、もうそのまま OK です。で、抜けたいタイミングで抜けられる。で、実際ですね、サロンメンバーさんも、何かいらっしゃいます。何回か。出たり入ったり、されてる方で、なんかね、イメージ的には私としてはですね、オンラインサロン、自分のオンラインサロン、英語が準備スパードバイユッキーを村みたいに思っていて、なんかね、大会されていかれる方は、こう、なんだろうな、本当に卒業みたいな感じでもあるし、行ってらっしゃいっていう、なんか、ボンボヤージュみたいなね、旅に、出ていくっていう感じ、もあるし、なんか、また戻りですね、みたいな、ウェルカムバックみたいなね。そんな感じでもうやってます。まあ、なんかその辺はね、すごく、まあ、やりやすい形でいいのかなと思います。っていうところ、はい、ですね。で、サロンのね、そう、ページも今こんな感じになっていて、ここ、サロンはサロンで、企画以外にね、平常で走っているもの、例えば、平日毎日、毎朝、私のラジオがあったりとか、サロンだけのラジオがあったりとかですね、これは本当ね、毎日も風だろうが、なんだろうが、お届けしています。もう、400回以上ですね。もう、約2年になるから、2年間、平日、毎朝、たまに間違えちゃって、祝日も、やったりとかしてるんですけども、
はい。ね、ラジオ英会話っていうのがあったりとか、あとは自習室、ズームのね、お部屋があったりとか、単語クイズがあったりとか、カルチャートークっていうイベントがあったりとか、YouTube でリスニング大特訓っていうコーナーがあったりとか、あと、英語をですね、毎日添削してもらえるコーナーもあります。とかね、いろいろと書いています。まあ、こういうちょっと、平常運転の、もあるんだけど、たまにね、企画、教材作ったりとか、もしていて、で、去年は教材作ったんですけど、今年はね、教材作りじゃなくて、ちょっとまた違うことやってみようっていうので、今年は、はい、英活マラソンっていうのをやっているので、ね、なんか、ちょっとなんか覗いてみたいなっていう方、ご連絡ください。ということで、今回はですね、この英活マラソン、一応ね、12月31日、まあ、区切りがいいので、ここまでみんなで全員でやろうっていうふうには思っているんですけども、12月途中からね、参戦いただいても OK です。全然 OK。そっから1ヶ月やってみるとかでもいいし、まあ、一旦ね、31日まで過ごしてみて、また1月1日とかね、新たな年になった段階で、新目標を立ててね、やってみる、過ごしてみる1ヶ月っていうのにね、していただいてもいいかなと思うんですけども、30日間、私と一緒に英語をやってみたい方を受け付けております。で、なんか30日間とか言うとね、毎日やんなきゃいけないのかっていう、どうしようみたいな、年末ってしかもめちゃくちゃ忙しいですよね。結構あると思うんですけど、これね、別に毎日、できなくても全然いいんです。毎日、できたら超すごいけど、毎日できなくてもよくって、やるぞーっていう感じで入ったけど、すいません。なんか、ちょっと、サボっちゃって、また今日もサボっちゃって、みたいなね。そういうのが生まれてしまっても OK なんですね。これもまた発見なんです。ただしこれ一人でやるのと決定的に違うのは、そうなった時に、完全に一人だと、もうそのままズルズル、ああ、もういいかなってね、結構なっちゃったりすることもあるかもしれないんですけど、今回はですね、いろんな方が同じ目標、この30日で、毎日でもいいし、ちょっとずつでもいいしね、いや自分はちょっと週1ぐらいにしておこうかなとか、頑張ります、毎日やります、でも明日いるかどうか、やるかどうかわかりませんっていうね、スタンスの方もいたりします。いろんな方がいるので、いろんな人と、とりあえずその英語やってるっていう、でね、レベルも本当に様々なんですね。本当にもう最初の最初、もう初歩の初歩、もう初心者の初心者さんっていう方もいらっしゃるし、かなり長年やってるっていうね、方もいらっしゃいます。で、皆さんいろんなペースでですね、いろんな自分のやり方を見つけていっているので、なんかぜひね、ご活用いただけたらいいのかなと思って、ご案内でした。詳しい参加方法はですね、今日の動画の概要欄のところに載せてますので、ぜひチェックされてみてください。で、この動画、おそらくですね、いろんなタイミングで見ていただけてると思うんですけど、なんかちょっとまだ受け付けてるのかなとか、わからないこととかですね、自分も参加して大丈夫ですかとかあったらですね、ユッキーの LINE とか、メール、このお問い合わせ先も下に載せておきますので、ぜひ気軽に、連絡ください。では2021年ラストスパート、一緒に頑張っていきましょう。ではでは、バイバイ。 Take care for yourself。 風邪にはお気をつけください。